皆さんこんにちは、作曲家の西村直樹です。今日もウィナスタジオからお送りしています。今日2016年11月の4日金曜日、今日の数波の言葉は道を示す。今日の BGM はアルバム漂流の中から49ers お送りしています。ギターはジャズギタリストで有名な渡辺克実さんです。そして私がバックを演奏しておりますが、この作品を書き上げました、作曲しましたのは、ジョン万次郎の言い方にとても感動して、そしてこのジョン万次郎がアメリカ本土に渡って自由の素晴らしさを知って、そしてゴールドラッシュの中に行ってですね、あるカポレともあったと言われておりますけれども、日本に帰るためのお金を資金を稼ぐために、まあゴールドラッシュのところへ行ったというふうに言われています。このレコーディング渡辺克実さん一発で OK でしたね。さすがという感じでした。それでは今日一日が皆様にとって素晴らしい一日でありますように。